サムネの美少女に釣られてこの動画を見た性欲にまみれた男の豚ども、黙ってチャンネル登録をしろ。ナナオですなんて言うてはりますけども、今日の動画はこんな顔ベタベタな状態で下地とかってつけるもんかな。ごめん、急になんかこんな世界観強めなコップで水飲み出して、どこぞのお姫様みたいなコップで水飲んでるの俺。これはリスナープレゼントです。ありがとうございます、いつも。こちら最近使い始めた下地です。鹿的なやつの水浸しの顔面に僕は下地をね塗っていきます。てか目的を言わなければね、前のあの村田さんとのねウェブ会議で僕の動画を見てくれる年齢層とね性別をちょっと研究したんですけどね、あの9割が女子で1割合ってる、これ塩え、これ下地で合ってますよね。あの修正液とかじゃないよね。え、待って、修正液下地代わりにしたらちょっとさすがになんか化粧もそこまで来たかってなるよ。無駄なんか喧嘩もしれね。お前のチャンネル男1割しかいねえのウケるみたいな感じで、美容系 YouTuber かよみたいな感じの喧嘩を売られたんだけども、男リスナー獲得キャンペーンということで、今回あの僕が巫女になっていきたいと思います。待って、頭でかすぎてこれで全部持ってくのね。なんだの、合ってるこれ。え、大丈夫、 SM プレイでこういうのあるよね。興奮しちゃうじゃないのって、しないからね、ごめんなさい。痛かった、ピアスが、ピアスが、ピアスが。え、合ってるの、え、何してんの、ね、23歳大学生何やってんの、痛い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 、ピアス痛い、ピアス痛い、拷問受けてんの。マスクも外せねえし、一旦ピアスを外して。あ、でも待って、これ軟骨でまだ安定してないからな、外したくないんだよね俺。あ、どれだ、そしてこのピアスにもう絶対引っかからせない。全然髪の毛持ってってないけど大丈夫、今んとこ意味なさそうだよこれ。え、目的がわからないんだけど。詰まった詰まった詰まった、あ、オッケー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 、お、いいんじゃない。あ、できたできたできた、オッケーね。サムネの美女を見てさ、拾えたらさ、こんな怪物が出てきたから本当みんなもビビるよね。サムネが美女美女言ってるけどさ、自分が化粧したら美女になる前提で喋ってるのちょっと受けるんだけど、え、どこまで喋ったっけ。そうだ、男性リスナーもちょっとここから取り入れていこうぜっていうのが僕の今日の策略でございましてね。やっぱり男ってバカだからさ、サムネでちょっとエロいやつがあったら見に来るわけですよ。この YouTube にはびこるバカな男どもをこの動画で一網打尽にしちゃうよっていう感じの動画になっております。まさかメイクで修正液を使う時代が来るとは令和と言わざるを得ません。え、ちなみにミコってマスクとかつける？はい、OK です。ミコは肌の白さが命ですからね。とんでもない絶世の色白美女になるからね、本当に。令和の紫式部と呼んでください。紫式部に美女のイメージはあんまりありませんけども、厚ぼったい豚みたいなイメージが。豚は言っちゃうよ、ごめんなさい。どちらかというと納言の方が美女のイメージあるよね。清少納言って納言って訳す、納言って確か暗いだよね。僕最近、僕ここに可愛いニキビができたんだけど、ぶち殺したいと思います。ニキビを巫女の力で払っていくよね。巫女に青ひげあったらちょっとさすがにビビるべっていう感じだから、青ひげも入念に。こっからが肝心の眉毛でございますけどもね、そのね、やっぱり今までは俺一応眉毛を描き続けてきたんだけどさ、やっぱり男っぽい眉毛を描いてたんですけどもね、まあ男なんだけど、ちょっと巫女っぽい眉毛にしていきたいじゃないですか。L とは言ったもののさ、これ女サイズで L だからさ、これ世界一需要がない高身長なのね。世界一需要のない巨人だからさ、これもしかしたら肺内疑惑みたいな。普通に平行眉毛しか僕描けませんから。先にちょっと服着替えちゃう、なんか気分上がんないね。巫女の服着替えて気分上がったらちょっとビビるんだけどさ。ははは、じゃがいもだったら美味しそうではあるよね。ちょっと男すぎる。私立の高校に行き、私立の大学に行った息子の慣れの果て。お母さん世代の皆さん、息子がこんな感じになったらどうぞ。そっとする。まあ教会には通うよね。私が何か過去に動かしたの。俺アイラインなんで描き方わかんない。多分だけどマスカラした後にやるもんじゃないね、このアイラインっていうのは。あ、このね、目の横幅を広げるんですよ、アイライン、うん、いらないね、やめよう。巫女が眉マスカラなんてしてたらちょっとはしたないよね。神に背くべ、たとえバイトであっても許されないよね。で、僕のメイクで一番大事なもの、はい、ダブルラインフェイカーね。ただの七尾の毎日メイクになってしまいました。早く服を着なければサムネの美女に釣られてきたそこの豚どもが動画を閉じてしまう。果たして178センチはこれを着ることができるのか。あー、ちょっとカロリー高いな今日の動画ちょっと。まず上を着ます。前のウェブ会議でね、スパイダーマンが若干権利的に微妙だという話になったじゃないですか。なんでそんな話題になったかと言いますとね、解説版としてなんかコスプレってちょっと動画でちょっと難しいかもしれないという話題になったんですけどね。ちょっとコスプレっぽい動画を撮ってみようと思ってるんですみたいな感じで新聞を持ちていたんだけど、この動画のことじゃないからね村田さん、そこは勘違いしないで。この動画のことのためにあんな新聞な顔して、あ、僕あのコスプレでちょっと動画を撮ってみたいと思ったんですみたいな感じ、あんな神妙な顔してたわけではございません。こんな動画なんと思ってない。もしなんか日本巫女連盟みたいな感じのなんか変態臭い連盟にさ、巫女全体の権利があってさ、ちょっとこういう動画をやめてくださいみたいなこと言われるかもしれないけど、その時はもう僕が本当にそれしたら本当に全部ボコボコにしたいと思います。日本巫女連盟マジでかかってきな、ボコボコにするから。こことここを結ぶのね。高い金かけて育て上げた息子が今巫女になろうとしてるよお父さん。え、スカートの範囲が狭いんだけど、こうやってちょ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 ってあることやるよ。何も映ってないんだけど。なるほど、上と下が逆だ。はい、ということでアングルが変わるのにこれから地獄絵図になります。痛っ。これをなかなか今切れない状況でございます。なんか開いてもらわないとさ、履けないよこんなの。え、ここに体が入るほどさ、日本の女子ってそんな全員ガリガリだっけ。え、破壊する、破壊する、ちぎる、ちょっとほら。え、絶対こんな着方しないよねみこさん。よいしょ、うん、おおおおお、入る、入りました。ガリガリよかった。ちょっとめんどくさくなってきたんだけど、そろそろ切れそうですよ。全部入れる、全部入れて、で最後に帯みたいなやつがあるのね。これで巻くの、ここペラペラすんな。これ肩結びしかできないんですけど大丈夫そう。よいしょ、待って、この世の地獄なんだけどこの画角。ちょっと あまりにも足が男すぎるんで、今日はとことんやるからね。サ
サムネのクオリティだけでね、男リスナーがチャンネル登録をするようなね、見込みやんなければいけない。除毛クリーム、この除毛クリームの案件かと思うぐらいの登場の仕方ですけども、7億には案件が1個も来ません。これは足に塗りたくって、で10分放置するんですね。あ、靴ずれ起こしてる。この靴ずれ修正できるかね。でも俺靴ずれの痛みってすごい好きなんだよね。共感する人いません？これ新しくクロックス変えたらなんか歩くたびにさ、なんか足がちょっと痛い感じ、あれすごい好きなんだけどさ、もしかしてみんなドンビいてる。はいはいはい、あー危ない。巫女の神聖な巫女の服が除毛クリームによって溶かされる。もうこんな巫女いねえよ。はい、徹底的に、もしかしたら、もしかしたらけど、これなんかサムネとタイトルになんか閲覧注意って入れた方がいいかもしれない。いやかましいわ。これ Google のさ、自動識別なんとか的なものでさ、肌の色が多いよっつってさ、女の姿からパンツ見えてますよみたいな感じでさ、 Google が勝手に収益がつかない可能性があります。もう巫女の団体からも怒られるし、 Google からも怒られるし、もうすがに巫女の団体は僕一人でもさ、ボコボコにできますけどさ、 Google はボコボコにできないで。ねえ、まだ男性視聴者見てる？5対5になりたいとは思いませんけどもさ、てかさ、今正直今の9対1でも全然俺いいんだけどさ、むしろこれをサムネにするか。男の層が欲しいからってさ、そうやって男の寄りのさ動画を上げ出してもさ、今まで僕のことを応援してくれたね、大好きな僕のリスナーの皆様、過去笑いの方々をさ、今まで応援してくれたこのことをないがしろにするわけにはいかないじゃないですか、過去笑い、ね、しかもなんかね、男女比がね、9対1から1回8対2になった時があったんですけどもね、その時に、ね、それを1回つぶやいたことがあるんだけどね、そしたらさ、僕のリスナーがね、女のリスナー減ってる、ウケるっていう風にリプライしてきたのね。バカなのかと思ったよね。義務教育で何を学んできたのって感じで、本当にみんないつも応援ありがとう、愛してるよ。さすがにウームに殺される。あ、これ1回案件みたいにやってみたかったんだよね。はー、あ、普通にすごいね、これ。え、案件の練習だよ、これ、案件の練習。いきますよ。はーい。うわー、生まれたての。おいしそうだね。おいしそう。僕の足ってこんなおいしそうなんだね。さあ、ドゥーステ。うわー、切り干し大根。何してんだろ、これ。出てきたよね。そんなことあります？何なのそれは。何が出てきたの？戻した。ツルピカ侍になったことで、ちょっと思ったんだけど、この巫女の服こうやって長いから足の毛とかマジで本当にどうでもよかったかもしれないという疑惑が出たところで、はい、行くよ。サムネの撮影に行くよ、みんな。こうやって下からなんかこうやってびっくりしたんだけど、今5分ぶりぐらいで自分のありさまを見たんだけど、もし自分に子供ができたらとか考えたらさ、自分の子供がこういう俺の昔のこれを見たりするみたいな。 YouTuber 大変な職業ですね。いい加減カツラをかぶれ。そもそもこのカツラをかぶった瞬間に俺が美女にならなかったら何の意味もないんだ。果たしてカツラをかぶるだけで僕は美女になるのか。ドロドロドロンドロドロドロンドロン。ちょっと待って、パニックびっくりしてる、今ちょっとびっくりしすぎて言葉が出てこない。え、待って、おかしい、長野だよね。ラッセンが好き言うてはりますけども、ちょっと待ってください。女子だったらこれが普通に顎とかでカードすることになるかもしれないけど、僕顔面が長すぎて口のところでカードするんだけど、え、こういう、え、何これね、なんか差別だよね。なんか顎外した瞬間もあのジョン・レノンを思い出したんだけど、僕だけ世界的シンガーよみたいな。コーム持ってきます。化け物だね。自分が女装したら確実に可愛くなる前提でさ、サムネに控えてこの動画に飛んできた男どもっていう感じで喋り始めようと思ったんだけどさ、鬼のようにブサイクなんだ。藤原七瀬23歳、職業は神の使いです。皆さんも一緒に祈りましょう、アーメンみたいな感じで、ちょっと今神と神が交錯したよね。あ、ちょっともうこれ以上自分の顔見てるとなんか下車と崩壊と言いますか、頭がおかしくなりそうだから、ちょっともうサムネ撮っちゃおう。こんな感じでしょ。ちょっとなんか本当にもう俺なんで俺こんなもう地味に巨人に生まれてしまったんだろうか。本当に画角に入りません。俺の高身長って本当に誰も求めてないから。あ、靴ずれが見える。あ、ちょっと巫女っぽい感じで、オッケー。これで男来るかな、チャンネル登録者数増えるかな。いい、もうこれ動画終わるよこれで。あ、多分だけど足の裏フェチの本当はどぎつい変態が来ると思う、この動画撮ったら。いや、なんかしかもジョン・レノンね、これを見た男性視聴者、僕のあの生足の魅惑のマーメイドになんか感銘を受けた男性視聴者、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントしてください。最後まで頑張ります。誰が読んだろう、じゃあ7個式絶賛発売してて、概要欄からチェックしてね。7個式ツイッター、インスタグラムはミコラってピアスの一つや二つつけるんだからねみたいな。うん、何これ。それではまた来週見てくださいね。じゃんけんぽん、うふふふふふ。